3つのタイトルを持ってる吉野修一郎チャンピオンですね。日本のライト級、もう相手がいないんですよ。はい、これと恐ろしいパンチ力、本当のライト級の破壊力を持ってますね、うん、ネクストチャレンジ。はい、具志堅用高のネクストチャレンジ、今回もですね、美佐子ジムへ、来ております。日本のライト級、もう相手がいないんですよ。 WBO のアジアパシックのチャンピオン、 OPBF 東洋太平洋のチャンピオン、日本ライト級王者、3つのタイトルを持ってる吉野チャンピオンです。よろしくお願いします。すごいな。ありがとうございます。私久しぶりお会いしたけど、ずっと解説してるんですよ。恐ろしいパンチ力、本当のライト級の破壊力を持ってますね、うん、アマチュアでやっぱり磨いたね、技術とかああいうテクニックがあるから、あれすごいわ。ちょっちゅね、注目されるライト級の中で吉野さんを挙げた理由っていうのは、先ほどのパンチとかそういうところですか。うん、パンチはもちろんですけど、やっぱりボクシングのうまさ、打つタイミングがうまいのよ。うん、左ストレートとか、カウンターとかね、うん、冷静にボクシングできるってのもすごいよね、うん、よく相手を見てるっていう、焦らずに、それはもう世界タイトルマッチやから、それぐらいの気持ちでいかないといけないしな、はい、もう一気に焦っちゃって、そのズルズルで試合終わっちゃうの多かったのよ、今まで。だけどやっぱり世界っていうのはまた大変なクラスだからね、ライト級は。大変ですね。まあ日本では数いないんだから。先輩のガッツ石橋さんがね、初のやっぱり東洋で初のライト級のチャンピオンかな、うん、そんな本当数えないから、出たらすごいんじゃないかな。今年の目標なんですかね、やっぱり今年の目標はもう本当に世界挑戦だよな。だけどやっぱり国内にいるよな。そうですね、今何人かやっぱりライト級、伊藤君もそうか。この前伊藤選手と三塩選手が対戦して、三塩選手が勝ったんですけど、伊藤階級上げたもんな。ライティはライティの上げてちょっと力がなかったのかな。スピードは伊藤の方もあったけど、やっぱり後ろの方がボクシングがしっかりしとったかな、はい、ね、そうですね、うん、だから手数が少ないんですよ、三塩チャンピオンは。やっぱり吉野チャンピオンに比べればもう10パンチ出したら3つくらいしか出せないんだ。それぐらいの差があるの、やっぱりパンチのこのコンビネーションの打ち方が。まあお互いパンチはあるからね、うん、ライト級だから、うん、ライト級はスピードもありますからね、動きはね、そうですね、意外とパンチとスピードがやっぱり一緒になってるから、セットで。三代選手の印象とか、対戦したらとかありますか。上手い選手ですよね、アマチュアもやってますし、ジャブも上手いな、はい、中谷選手とルペスがいるでしょ、はいはい、ね、それどっちとやりたいですかね。もうやるとしたら、やるとしたらもちろん僕はティモホーのロペスとやりたいですね。ですよな、やっぱりもう日本人同士はもういらないだろう。もうはい、なあ、正直やっぱ海外の選手もなあ、やっぱこれもうマッチメイクなんですよ、これ。世界中が注目するんですよ、ライト級あたりは。はい、吉野選手から具志堅さん質問みたいな。そうですか。具志堅さんテレビで見たことあるんですけど、試合の計量の時によくアイスを食べてた、うん、そうそう。ちなみにどんなアイスを食べてたんですか。チョコが多かったな。チョコ、あ、チョコですか、うん、ちなみに 1個ですか。多く食べてもダメなんだあれ、はい、当日試合だから夜、はい、冷やしてもダメだしさ、アイス取ってフルーツ取ってね、なんか肉ボーンと食べて、うん、試合行く前にうどんを食べるのかな、はい、4時間ぐらい前に、はい、うん、それしとった ね、 そうですね。今もコンビニで何でもあるじゃん。そうですね、計量ってすぐもう補給っていうかできるもんがね、はい、だから吉野選手は試合でルーティーンとかあるんですか。そうですね、僕でもうどん自分で作りますね。自分で作るか。そうですね、あの自分で作ったり、あとはもう今結婚してるんで、妻が作ってくれたり、はい、食べたいの作る前にもう。ああ、そうですね、はい、そうか、そうですね。ああ、いい、それはいいわ。やっぱお肉は取るでしょ。肉、そうですね、その、ね、ほんとちょこっとですけど、うん、はい、炭水化物ね、やっぱりみんな取るんだよな。計量したその日はもうほんとおかゆとうどんね、はい、はい、はい、あとは果物とか、はい、おかゆもいいね、はい、はい、はい。世界取るために試合、戦い方というかアドバイスがあればですか。大きい試合はね、立ち上がりが大事なのよ。遅れたらダメなのよ、立ち上がりが。スピードに乗らないと、うん、だからもういつもウォーミングアップを早めにやって、はい、うん、4ラウンドまでの勝負には本当に怖いの今。採点方法、あの団体にはよるんだけど、そういうのもあるし、そうですね、立ち上がり
うまく持っていけば、はい、自分のペースに持っていくことがやっぱり大事なんだね、はい、うん、あとはやっぱり何回も減量してるから、はい、ライト級で、はい、大変だと思うんですよ、はい、だからその辺がやっぱりまた世界戦でミスは許せないから減量失敗は ね、 ね、うまく乗り越えればもう試合も最高に試合やれば勝てる可能性は高いから絶対ね、はい、ボクシングは、はい、まあ、世界決まったらまた気持ちが違うからよっしゃやってやるぞと食べ物も練習も毎日も気合入っていくと思うよ。ライト級の吉野の体調を受けるってのは簡単じゃないよな。だけどやっぱ受けてみたいな、ライト級のパンチを。よっしゃ、じゃあ食べますな。よし、練習準備して、はい、はい、お願いします。はい、ちょっちゅね、よし、ごいんくだ、この体だから、これでこれだけ動いてるんだから、やっぱこれからもっとスピードに乗っていくっていうことだな、スピード。大きくなってるよこれ。ウエルター級ぐらいだけど、スピードもなってるんだ。きつくなるよ。そうですね。ライト、早めに行かないと。はい。ちょっちゅね。吉野選手、YouTube コラボしていかがでしたか。いやもうすごい嬉しいですね。はい。もっと切れるパンチは。今この体重で打ってるんだ。出る時のガンダムじゃないよな。そうですね。ペッペッペッ行くんだ、早いもん。その今もういないから相手が。今日はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ牛久陽子ネクストチャレンジ登録お願いします。ありがとうございます。はい、オッケー。若さっていうところに来ております。私がボクシングに出会ったところですね。高校時代トレーニングした場所です。そこで私を強くさせた場所です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。